いや野村監督から見るとやはり4番バッターの雰囲気は石井十分に持ってるって言うんですね。これが4番バッターやろということを野村監督は今日しています。注力が素晴らしいというこの石井です。ですから三塁線外側ヤクルトの投手にいずれも 2-3 フルカウント詰まった打球ファーストを取りました。そしてランナーが飛び出しています。おっと一塁ランナー飛び出しているダブルプレー。一塁ランナーの西が飛び出してダブルプレー。